はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回なんですけども、はい、アンリミテッドの、ヴァンパイアさんのデッキで、はい、破滅の果てに、はい、あのヴァンパイアさんコントロールみたいな感じがするんですけども、まあ、復讐コントロールヴァンパイアっていうんですかね。この暗き底よりいでるもの、前はいでし元だったような気がしなくもないんですけど、まあ、いでるもの、まあ、暗きさんですね。この暗きさんを、ラウラで走らせようっていう感じでございます。まあ、元々は悪魔の鍵を使って、こいつを出して、出した時にはもうラウラで疾走がついてるから、進化して進化したら8点になるから、攻撃力も8になるので、16点パンチみたいなね、ことも考えてはいたんですけど、まあかなり難しかったってことで、はい、普通にね、復讐しつつといった感じでございます。復讐状態に入るには、ライカンベルセルクから、ブラッドムーンを手札に加える、もしくは、アザゼルさんで無理やり復讐状態に入るくらいですね。あとは、まあ、そこら辺変わってないですね。よくアンリミテッドじゃなく、ローテの方で見られる、復讐ヴァンパイアのなと。今は見られないか、復讐ヴァンパイアは。今、クモが強いんだね。アンリミも強いんで、クオンが。だからあんまり使う人はいないんですけども、まあ、リッチ以外には頑張れるよねってことでやっていきたいと思います。今回はリプレイ見ていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイの方見ていきたいと思います。お相手さんはネクロマンサーでした。はい、アンリミのネクロマンサーというとムクロの方がちょっと怖いなーと思いつつって感じですよね。ヘクターとかもまあ入ってることも多いと。最初の手札なんですけども、まあエメラダさんではいらないかということで、悪夢の始まりが来てくれたのはすごく嬉しかったですね。この魅惑の一撃はペインレスサムライを取るためっていうのでもあります。はい、このペインレスの、この魅惑の一撃はランダムにダメージ与えるんで、ペインレスサムライに当たる、もしくは当てるっていう点ではいいでしょう。お相手さんの2ターン目、ワイト。まあ、昔のやつですね。はい、ワイトが出てきます。ここは魅惑の一撃で、まあ、とりあえず適当にバフして取っておきます。そしてお相手さんの3ターン目ですね。ボーン、キマイラ。あー、はいはい、なるほど。と。墓場を稼いでくる。と。まあ、とりあえずここは悪夢の始まりでドローしておこう。暗き底よりいでるものを引けました。ということで、まあ、なんで、3枚、うん、悪魔の鍵の時は1枚だけにしてたんですけどね、他のヴァンパイアフロアばっかり引くからやめました。はい、ここで、はい、僕はもちろん当たって減らしつつ、アザゼルさんで復讐状態に入っていきます。堕落を貪る覚悟をせよからの進化しましょう。はい、アザゼルさんの進化時能力で、体力上限を10にしつつ、4以上のダメージを3に抑えますと。そしてお相手さんの5ターン目、進化可能ですね。シャドウリーパー。おっと、また潜伏持った。さあ、ここでお相手さんはヘリオを進化して、当たってきます。これで次のターンのリッチが出てくるプラス、シャドウリーパーは、スタッツが22と。ちょうどいいところでね、悪魔のささやきが引けたということで、ささやいてシャドウリーパーを除去、ユリウスさんを出していきます。悪魔のささやきもペインデス侍を討伐除去するようで入れてます。復讐状態なので、ユリウスさんをお得進化して盤面を強くしておきます。お相手さんの6ターン目、進化してきました。あれら、進化上から取るで、そこからどうすると思ったら、ケルベロス。はい、5コストでね、3体展開は強いですね。うん、そしてここは、はい、サロメで進化時フォロワーを取ります。進化後フォロワーか取りつつ、まああんまりダメージ受けたくないってことで、サロメさん進化して、ケルベロスさんを取っていきます。まあ、入ってることはないとは思いますけど、進化権を回復する系のカードがあったら嫌だなということで。そしたらお相手さんは、エンハンス7でヘリをお得進化していきますからの、どっちか分かんないけどワンチャン当たって除去。またね、次のターンヘリオが出てくるんで、うわ、めんどくせーと思っていたんですが、とりあえずやるべきことをやります。
ユリウスさんを進化します。これで当たりまして、ダメージ与えますが、食らいますが、極炎のデーモン、本当は極炎のデーモンとかで倉木そこより出るものをバフして進化して失踪させて20点 OTK ってやりたかったんですね、もともとは無理でした。はい、まあ、OTK するんだったら倉木そこより出るものはあれする必要がありますね。攻撃力を12にした状態で進化しないといけない、攻撃力10にしとけばいいのか。さあ、ここはお相手さんね、ヘクターさん使ってきますが、当たって、顔に飛ばすことはできなくて、といった感じですね。で、ここなんですけど、まあ、次で死ぬことはねえな、ってことで、はい、倉木そこより出るものを、失踪待たせます。からの雷管ベルセルク。進化はせず、このまんまです。そしてお相手さん、ここで悪意の憑依。最悪死ぬかとも思ってはいたんですけど、まあ。大丈夫でしょうね。マミーメディエン、守護を無視して相手リーダーを攻撃できる、進化してもスタッツが変わらないってやつですね。さあ、やっていきますよ。本当は20点 OTK したかったが、倉木そこより出るもの、潜伏状態で攻撃したら相手のリーダーに6ダメージ、ラウラの効果を持っているので失踪を持ちまして、攻撃力がすで9あると。はい、15点削り切りますよ。破滅の果てに何時が罰あり。ファンファーレの6点プラス攻撃力の9点。まあ今の環境耐えるのが難しいですけど、倉木そこより入れるものはやっぱ強いです。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。で、ここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。